今年も残りわずかです。各地の郵便局では新年に向けた年賀状の仕分け作業がピークを迎えています。日本郵便によりますと、これまでに全国で引き受けた年賀状はおよそ8億6000万通で、各地の郵便局が元日に届けるために仕分けを進めています。東京豊島区の豊島郵便局では住所を読み取る機械も稼働させて、多くの職員が作業を進めていました。元日に届けられるよう作業を急いでいるということです。